どうもこんにちは、日暮小学校物語優作です。はい、こんにちは。今回はですね、ちょっとリズムについて考えてみたいと思います。まあ、リズム、音楽のリズムっていうのは本当にこう形式化されたものが多いですね。つまり4分の3拍子とか4分の4拍子とかっていうことがね、聞いたことがあると思いますし、必ずまあ小学校中学校では習っている内容です。でこれは何かっていうと、実際問題は西洋音楽の歴史から来る考え方になります。だから西洋の音楽っていうのは、いわゆる家とか、まあ、建物の例えで言うと、本当にこの設計図を図面でしっかりと引いて、それにのっとってきっちりと組み立てていくような考え方なんですね。だから確立されたすごく均質的な世界観ですね。そこに現代はウクレレもそういう形で弾くことが多いんですね。だからちょっとリズムに関して、まあ例えばご自身がリズム感がないとかいう感覚をお持ちであれば、そういうものに馴染みが薄かったり好みでなかったり、そもそも感覚が違うっていうことが大きな原因になっている場合がありますの で、そのあたりはどっちがいいかっていう話はないんですよね。まあ西洋東洋でね、二分化するのも何なんですけども、我々がもともと明治より前、欧米文化が花開く前の我々の音楽っていうのは、それほどリズムに対しては頓着してませんでした。っていうのは、もうちょっとその間であったりですね、いわゆる日本には俳句とかいうものがありますよね。華道、茶道なり、わびさびの世界があったりして、こう均質的なそのリズムに乗せてね、文化をたしなんだりっていうこともなかったです。まあ、唯一、仏教のお経っていうのがかなりリズムを意識したものというか、あれはお経を唱えることによって自分の脳波をいわゆるこう変性意識状態に持っていくんですけども、そこにやっぱりお経のリズム、言葉と一緒にね、融合したリズムが生まれることによって、日本人がいわゆる昔から仏教を親しんできた部分があるんですけども、西洋の文化におけるものっていうのは入ってませんよね、その中にはね。だから意外とですね、現代ではユーロビートなりね、まあ例えばヒップホップなりのがほとんど一般的になりましたけどもね、そのリズム感が苦手な方っていうのは、それはそれで別に恥じることではありません。西洋音楽の歴史に対しての馴染みにくさとかね、合わないっていう部分もありますので、リズム感がないっていうのは、いわゆる西洋の考え方に対してのアプローチなんで、そこは全く違う世界に行けばそれが逆転して有利に働くこともありますので、あまり、意識しすぎない方がいいと思います。で、そういう世界の中でどういうふうにウクレレを演奏していくかっていう話も必要なんですけども、ある方からいただいた質問がありまして、自分自身はスポーツをずっとやってきて、まあ、バスケットボールらしいんですけどね、大概のスポーツはうまくできる、まあ、本当に運動神経がいい方なんでしょうね。だから、まあ、いわゆる筋肉の瞬発力、速筋ですよね。遅筋速筋っていうのがあるんですよね。確か早く瞬発的に動ける筋肉と、長くゆっくりと持久力を試される筋肉っていうのが大きく分けて2種類あるみたいなんですけども、瞬発力があるということで、でもその方が言うには、ご自身はバスケで人をこう抜いていくっていうじゃないですか。抜くときにありえないタイミングで抜いていくっていうことを、まあ、友人のプロの選手に言われて、あ、なるほどなと思って、今はなんかそういう部分が、まあ、音楽にも関係してるんじゃないかなとか、更新の指導をするとき、バスケットボールの指導をするときに、そういう部分がちょっと教えられないから困ってるのかな、なんかそういう話をされたんですけども、スポーツと音楽の深い関わりはもちろんあるんですけども、実際問題は音楽っていうのは、もうちょっと違う考え方、スポーツの抜かないとか、ドリブルの感覚とかっていうのとはまた違う、いわゆる概念的なね、イメージ力っていうのはかなり重要になってきます。だから体を実際使って音は出力していくんだけども、頭の中のイメージ、もしくは音楽を演奏する前に聞く時の蓄積っていうのもかなり重要になってくるので、リズムのある音、もしくは、それに対して体が乗っけていくような音楽を少し多めに聞いていただくと、リズム感っていうのは4分の3とか4分の4とか8分の何とかとか9分の何とかとか5分の何とかとか、そういう音楽用語以前の問題で
体を乗っけていければ実際自分が演奏する時もリズム感で困ることはちょっと少なくなってくるんじゃないかなというふうに思います。ですから実際は演奏にするときにリズム感に困ってる、リズムがでなんか出しにくいっていう方に関してはリズムがはっきりした音楽、例えばバッハとか、まあ、古典で言うとバッハとかですよね、はい、あれは本当に数学的な形で音楽が作られているので、ああいうものを聴くとか、最近の曲であれば、うん、やっぱりヒップホップ的な形になるんですけども、あれはね、このリズムの中にすごく複雑なことをいかに入れるかっていう競い合いの競技みたいなもんなので、ちょっと馴染みにくいかもしれないけども、いわゆるアメリカの音楽で今ちょっとパッと思い浮かんだのは、天使にラブソングをの曲とか結構リズムははっきりして乗りやすい、いわゆるヒットソングなんかは分かりやすいですよね。だから実際インプットの方が大事かもしれませんね、リズム感に困るっていう方に関してはね。だからアウトプットは実際ね、ウクレレ弾くとき もちろん今やってもらってると思うんですけども、インプットをいかに変えていくかによってですね、音楽のリズム その作り方とか歴史の蓄積が自分の中にこう取り込まれていきますので、そのあたりちょっと意識していただくとね、今まで以上にちょっとリズムに対しての怖さというか意識が変わってきて、自然といい方向に向かっていくかもしれませんね。はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さらに下の説明欄にあるメールマガジン、こちらでは限定公開の動画をたくさんご用意しております。メールマガジンにご登録いただくだけで、定期的に皆様のウクレレ上達のお役に立てるより深い内容の動画を配信してまいりますので、ぜひご登録ください。またブログ、日暮音楽工房のブログもぜひチェックしてみてくださいね。